第1弾熱狂始まるよ。さあ、こんにちは。こんにちは。今回は新企画、熱狂というのをやっていきたいと思います。この熱狂とは、クルワンばかり夢中しているサッカーに夢中になっているシンガポールのサッカー選手を紹介していきたいと思います。今回第1弾で、アルビレックス新潟シンガポール8番の鎌田選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず軽く自己紹介をお願いします。自己紹介します。アルビレックス新潟シンガポールの鎌田博之です。23歳です。今年ね、はい、今年23歳です。で今までの経歴とかは、はい、経歴中学高校がアルビ、うん、あ、中学もアルビ。そうですね。あ、そうなんジュニアユース俺も本当に知らなかった。本当に知らなかった。マジです。中学、ユースとアルビでしたね。お、はい、じゃあもう中学で結構活躍できて、そのまま高校に上がれたっていう。そうですね。オファーいただいて。そう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 。高校からなんでアルビに、シンガポールに来たの。まあ、トップにやっぱ上がりたかったんですけど、うん、やっぱ上がれなくて、で、まあ、最初大学とかも探したんですけど、うん、やっぱプロになりたかったんで、うん、でそう思ってる時にこのアルビレックスにシンガポールは行けるというふうになったので、でそっちの道を選びました、ね、あ、やっぱユースとかいるとプロに近い環境だからね。大学に行くっていうよりはプロになりたいっていう気持ちの方がやっぱ強くなるよね。いや、それで上がるにも運とかもあるから、ね、そうなんですよ。自分のポジションがね、マジでそれは運です。運とタイミングはマジで大事です。そうね、タイミングと本当に大事だよね。マジで大事です。で今何年目ですか。今年で5年目です。あ、今年で5年目。あ、5年目か。5年目です。でなんで5年間でシンガポール戦い続けてるんですか。まあ、やっぱり日本のアルビに戻りたいっていうのが一番強くて、うん、その可能性としてはシンガポールにいた方が、その他どっか海外行くよりかはチャンス、じゃあチャンスだと思ってるんで、ね、直属のチームみたいな、ね、はい、で、はい、あの僕新潟出身でちっちゃい時から見に行ってて、うん、そこで夢をもらったんです。そういう人たちにまた自分が恩返ししたいなっていう気持ちがやっぱ強いんで、わかるね。やっぱシンプルにアルビレックス新潟っていうのも好きな感じですね。好き。じゃあもうアルビに対する愛が強くて、ね、アルビに戻って還元したいっていう。そうですね。わかるわ。千葉っすね。俺も最終的には千葉に戻って、その自分が経験してきたことを全部還元千葉にできたらいいなっていうのは強く。そうです、まあ、ユース育ちは多分みんなそうだと思うよね。そうですよね。まあ俺は正直3年で契約満了になってちょっと悔しい思いもしたけど、でもそれでもやっぱジェフに戻りたいっていう気持ちはあるから。そうですよね。マジで、マジであの舞台でできたら最高だよね。最高っすね。応援してくれてる人が絶対新潟に多いからね。あれっすか、サポーター熱いっすか。そう、熱い、めっちゃ熱い。で今でもコメントとかもくれるじゃん。そうなんですよね。そういう人たち本当ありがたい。その人たちのために、なんならなんならというかシンガポールで戦い続けてる理由の一つとして、
ね、そういういやユースから応援してくれてる方もいるから、マジで恩返しをしたいんですよ。わかる、プレーわかる、うん、なんかそれを叶えるために、まあ、4年、5年間か、5年目ですけど戦い続けてるというか、うん、まあそんな感じですね、うん、俺も絶対戻るから、千葉対アルビ、アルビでやりましょう、やりたい、マジで。いや、そうなったらマジで面白いです。熱いね。いや、マジで面白い、マジすぐ削るわすぐ削るわじゃあ次、はい、次です。じゃあ一回ちょっと、サッカーする上で一番大切にしていることは何ですか？楽しむことですね。おお、マジでサッカーも超楽しいじゃないですか。で、俺サッカーはマジで楽しくやりたくて、いつもふざけてんもんね。いやいや、ちょっとダメだいやいや、もうふざけながらも楽しむ。ああ、そうだね。楽しんでるんですよ、あれは。わかるよ、はい、俺も一番大事してるんです、楽しむこと。あ、一緒っすか、うん、なんか、ま、一緒っすか。あ、そうだよ、マイクかと思ってやんねんかいで、俺もサッカー楽しいこと好きなんだけど、はいはい、一番嫌なのは、なんか俺の楽しいって股抜いたり、うんうんうん、相手の逆取ったり、そういうサッカーの上での駆け引きの楽しさ、はいはい、思いっきりなんかさ、思いっきりバーンって蹴って、そういうのが嫌なんだよ。わかる、わかる。それは違う。だからそこは勘違いしないでほしい。そうそう、楽しさの、そうですよね。本当の楽しさの中、サッカーの本当の楽しさをみんな知ってほしいというかね、はいはいはい。そこでのうまさがどんどん出てくると思うから。聞きました。おい、やめろ、語ってんな、みたいな顔やめろ。何全然声出てない。でも雷やばくね。雷やばいっすね。じゃあ、はい、次、今年の目標、お願いします。今年の目標は、今、まあサイドバックやってるんですけど、まあ、僕、攻撃の選手なんで、やっぱ点取りたいんですよ。わかる。だから、2桁いきたい。おー、はい、去年もそう言って2桁行ってたんですけど、まあ、達成できなくて。で、まあ、最低限は、1年目4点、2年目5点、で、3年目6点、で、去年7点ってなってるんですよ。だから最低8は絶対取りたくて、いいね、だけど、まあ、2桁は目標にして頑張っていきたいと思います。じゃあ次、はい、アルビに関わる日本もシンガポールも関わって全ての人、ファン、サポーター、選手も、すべて一言に答えちゃった。アルビに関わる日本もシンガポールもすべての人に一言お願いします。はい、まあ、絶対その僕を応援してくれてるサポーターは一人はいると思うので、そういう人に一人でも、まあ、さっきも言いましたけど恩返しをしたいんで、自分も頑張ってアルビー入れるように、いろいろ頑張って、結果を残して、恩返ししたいので、まあ、これからも変わらず、応援というか、まあ、気にかけてくれたら、めちゃめちゃ嬉しいですね。皆さんの応援はね、俺らのサッカーの原動力本当になるからね。そうなんですよ、ね、ちょっとしたコメントとかもね。いや、そうなんですよ、めちゃくちゃありがたいからね、超ありがたいもん、はい、以上で、もう一つよ、はい、まあまあまあ、以上で、第1弾熱狂終了したいと思います、皆さんいかがでしたか？光すごいな、今回はアルビックス新潟シンガポール8番川田選手に来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも川田選手、中村選手、2人ともよろしくお願いします。お願いします。それではまた。フォー、あれ